皆さんこんにちは、のぞみいたです。今沖縄市コザのこの国際カーニバルの、これは何ていう今日はパレードだったんですか。国際カーニバルのハーレーダビッドソンのパレードで、あるご夫婦です。ご夫婦ですか、お二人は。ご夫婦にお会いし出会いましたので、ちょっと取材してみます。では、はい、こんにちは。こんにちは。はい、私のぞみいたです。お名前伺ってもいいですか。はい、大城。大城さん、はい、はじめまして。はい、大城さんは今日奥様と二人で一緒にこちらでパレードに参加したということなんですかね。まあ、メンバーはね40名ぐらい。メンバー40名。え、これなん、この、はい、ちょっと見ていいですか。おー、なんというチームのお名前ですか。ジャパンハーレー会。あ、奥様の、はい、大城さんの奥様もですね。このハーレーダビッドソン、はい、大城さんのちょっとこのバイクを紹介してもらっていいですか。私全然バイクのことちょっと分かんないんですけど、まあ、二輪から改造してトライクルしてる、三輪トライクル。これは、あ、本当だ。二輪から改造。二輪から改造して三輪。はい、はあ、トライクル。トライクル。っていうんですか。はあ、トライクルっていうんですね。なんていう形とかなんですか。ありますか。なんかこの。例えば、ハーレーだとその二輪から、はい、あの、もう三輪で回転で改造して東京持って行って。なるほど。沖縄にはない。へえ、すごい。今のところはあるよな、おそらく1台だろうな。1台、うん、まあ本来はいっぱいあるわけです。あは、なるほど、うん、じゃあちょっと見せてもらいますね。はい、はい、お、正面がこういう感じです。かっこいいですね。ベストトライクルって書いてます。で、大城さんのトライクルです。ベベ、ベベ、トライクル、ベベ、三輪。あ、奥様ももう一緒にバイクに乗られたりするんですか。ね、週1回。あ、週1回。ツーリング楽しそう。ツーリングはどこを、ま、回ったりするんですか。だいたい北部です。北部、あ、そうなんですね。すごい、ちょっとかっこいいですね。見てください。わあ、すごい。かっこいい。はい、ではでは、大城さん、あの、ありがとうございました。はい、チャオニャオって言ってもらっていいですか。チャオニャオ、チャオニャオ、チャオニャオ、ありがとうございます。